はい、というわけでですね、前の項目の動画では8ビートのいろいろな足順をご紹介してきたんですが、ちょっとここではですね、皆さんお手元の楽譜のリズムパターンパート1ってありますよね、そこの足順のグループ B あとグループ C をそれぞれ、一つずつちょっとモチーフを決めて、練習の仕方をちょっとお伝えしていきたいと思います。ではですね、手は8ビートで足はグループ B で、じゃあ足のパターン3番にしましょうか。歌ってみると、ドンパンドンドンパンドンパンドンドンパンっていうリズムパターンですね。ちょっとこれどういう風に練習したらいいのかご説明していきたいと思います。まずですね、ドラム大前提としてちょっとこう新しいパターンぶち当たった時は、まず例えばリズムパターンだったらハイハット、スネア、バスドラム3つのパーツを使うんですが、どれか1つを間引くことによってすごく整理しやすくなります。例えば今の足のパターン3番、スネアを抜いてハイハットとキックだけで一度演奏してみます。ゆっくりやってみますね。こういう風にですね、最初の動画でもご説明したんですが、ハイハットとキックがどこで合っててどこで合ってないかを、把握するのが一番大事になってきます。もっとゆっくりやってみましょう。こんな風にテンポを下げて、楽器を間引くことによってかなり、こう手の噛み合うところ、合わないところが整理しやすくなってきますよね。で、まずはこれができるようになったら、その後だんだんスネアを加えていきます。で、この時も例えば、いきなり全部やるのがハードルが高かったら、まず最初、ハイハットとバスドラムだけ演奏して後からスネアを加えていくと比較的やりやすいかもしれません。一度そんな感じで楽器を加えていきますね。という感じになります。では次はグループ C から、さらに一つ足のパターン見ていきましょう。では足のパターンは3番、ちょっと練習してみましょうか。3番、口で歌ってみると、ドンドドパドンドンパンドンドドパドンドンパンとなっています。で、これもですね、やっぱりまず最初はスネアを抜いて、足と、ハイハットとバスドラムの組み合わせを意識するのがいいですが、さらにですね、これは加えて、グループ C の3番の楽譜を見ていただくと、足のダブルを踏んだ後にすぐまた16分音符が出てきます。これですね、足のダブル奏法は踏んだ後結構最初力んでしまうことが多いんですね。足が力んでると、その次音を打つために足が上げられないので、どうしてもドンドとパドンのバスドラムの音が遅れてしまいやすいんですね。なのでコツとしてはダブルを踏んだらすぐ足を上げるというのがとっても大事になってきます。これちょっとまずですね、一回スネアを抜いてハイハットとバスドラムだけでゆっくりやってみるので、ダブルの直後のキックの踏み方を見てみてください。一度やってみますね。となっています。はい、お分かりいただけたでしょうか。ちょっともっとゆっくりやってみますね。
今見ていただいた通り、ドンドドの後すぐ足を上げてるんですね。じゃないとドンドドパッドンの足が間に合わなくなってしまうので、ぜひそこのポイントを意識してみてください。以上を踏まえてもう一度、グループ C 3番足のパターン、すべて加えた形でやってみますね。はい、以上となります。今のですね、説明、割とどのパターンにも応用できるので、ぜひぜひちょっと今のヒントに、チャレンジしてみてください。それでもね、ちょっとこう分かりづらいなとか、どうしたらいいんだろうってところあったら、ぜひぜひノートのコメント欄でお気軽に何でもお問い合わせいただけたらと思います。